佐々木高校3月14日から2017年9月6日は日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、音楽評論家。音楽教育者、作曲家の佐々木すぐるの三男、東京出身。幼少時はボーイソプラノの童謡歌手であり、代表曲は四つの兄ちゃん、犬と小僧さん、兵隊遊びなどがある。1944年東京音楽。 学校生学科に入学。木下保中山定一に指示。1948年卒業。同年同校研究科に進み、柴田厚尻区に指示。1950年終了。畑中良介を代表に結成された第二次、東京厚生学団に参加し、その先頭に立って、歌唱技能を磨く。1951年芸大歌劇研究部、ベルリオーズ。 ファウストのゴーバツ・ブランデルでデビュー。1952年に機械旗揚げ公演、プッチーニ、ラボエーム巡査部長を務めるなど、2機械を中心に、以後数多くのオペラで活躍した。歌手としての活動と同時に、音楽教育に力を注ぎ、2機械に創設された研究生制度の仕事を担い、一方では、大学教官として、学生の研究指導の仕事に、 精力的に携わっていった。1963年東京芸術大学講師となる。1964年上、大野又兵衛を理事長に、砂川義夫、柴田厚司、陸等が立ち上げた発生指導法研究会に参加。この団体は1971年に日本生学発生学会と解消して、現在に至っている。 佐々木は1967年に山形大学助教授となり、1976年教授、1992年定年大会まで数多くの学生を指導、育成した。また、音楽評論家として、1953年の音楽の友への寄稿を皮切りに、音楽芸術、音楽現代等の市場で活躍した。中でも、 レコード芸術の声楽表を1956年から1995年まで、約40年にわたり畑中良介と共に担当し、音楽評論の第一人者としての地位を築いたことは、特筆に値する。2017年9月6日死去、91歳没。昭和音楽大学オペラ情報センターの記録による、ABCDEF、 学会通信39号2018年3月発行日本声楽発声学会2020年5月21日閲覧 AB 同様歌手ウィキワンド、二千2020年5月23日閲覧 ABCDEF ヤカタジャパンパーセント20サリスト HTM 日本のソリストボーイソプラノのヤカタ2020年5月23日閲覧 佐々木幸綱、国立国会図書館デジタルコレクション、2020年5月23日閲覧。佐々木幸綱、昭和音楽大学オペラ情報センター、2020年5月23日閲覧。ありがとうございます。